我々の子供の頃のスーパースーパースター、なんかあの寝れなくて睡眠薬を以上飲んじゃった。でだんだん人生がこう楽しくなってきた。いや、先ほどまでね前半の動画をね、はい、あの撮らせていただいたんですけども、はい、まあ、いよいよかごちゃんのいろんなこう闇に触れていく後半。これさ誰得ですか。いや、それはね、あの一応もう記録用よ。大丈夫、社会のためよ。このウィキペディアに書いてることが本当か嘘かもちょっとわからない。前半までのお話のところは特に嘘な書き込みはなさそうだ。そうですね、いろいろ活動をして順調満帆な感じで、ね、芸能活動をしてらっしゃったんやけども、2011年にね警視庁組織犯罪対策4課から参考人聴取されていたことがリアル通称マルボーっていうらしいね。これマルボーから参考人聴取ほんまにされたんですか。嘘のような本当の話です。呼び出されたんですか。いや、あの家に来たんです。朝の8時に勝手に鍵が開いたんですよ。え、家の鍵って勝手に開くんですか。そうなんですよ。え、それだってトントントンしたら開けたらいいけど、トントントンもないです。ピンポン、もう誰だ、カチャ、あ、だだだだ、大人数、何人できたんですか。20人近く。20人、なんだこりゃなんだこりゃってなって、うん、1時間ぐらいいらっしゃったのかな。で、私もう連れて行く。一応ウィキペディアによると、当時44歳の飲食店経営男性が暴力団関係者と親密な関係を持って知人を脅し恐喝未遂の疑いで逮捕されたんだ。かわいそう。何出会いの人やったんですか。10代から知ってました。あ、でも飲食だ、食べに行ったりしてたんだ。どうなんですかこれ、連れて行かれて。連れて行かれましたよ、夕方までずっと。え、何それ、拘置所みたいなとこ連れて行かれる。あ、なんかちっちゃい部屋に彼の関係を全部喋ってください。でも本当に何も知らないから、何も知らないですって言って。関係は何て言うの、やることになってます。違う違う違う、そうそう、付き合ってたんで付き合ってるだけですって。あ、その時は一緒に住んで住んでますよね。うん、まあ普通に一緒に同居して付き合ってて、そうです。で、まあ飲食店経営してると思ってるから別に何も知らんし。そうですね。でほんまにこの方はそういう事実はあったんですか。未だに謎なんですけど、だから逮捕されたんだかな。あ、そうだでもそれによってね、逮捕されたことによって心身が不安となったのか、自宅にて精神安定剤とみられる薬物を大量摂取して自分の手首を切って倒れているところを関係者に発見され運ばれて、まあ、命には別状はなかったけども、自殺未遂、自殺未遂ではなかったんですよ。なんかあの寝れなくて睡眠薬を80錠自殺ですね。そうなんですか。睡眠薬を80錠飲んだら一般的には自殺。なんか8シートあってで飲んで、で忘れて、あ、飲まないとってなって、それ多分3時間ぐらい全部やって。なるほど。あ、飲んでないって3時間一人で多分ずっとやってて、うん、で倒れちゃったんですよ。で当時運転手さんがいたんですけど、その運転手さんがもう帰っていいですかっていう来てたんだけど、返信がないじゃないですか、うん、倒れてるから。で家の中見たら泡吹いて倒れて、手首も来てたらしいです。自分では記憶にはないです。, 笑えへんけど、すっごい状態よな。その報道が出て、そのまあ逮捕されてからは、うん、芸能界はどうやったんですか。出てなかったです。2週間入院したんですよ。薬飲んだ後。そうです。うん、すごいよね、今なんかこの警視庁の取り締まりにやってる気分、その資料を見て裁判官みたいな。その後すぐにその彼と結婚するんですよ。お子さんもその後できるんだ。そうです、そうです。お休みしてたのは、お薬がどうのじゃなくて、妊娠でもう産休や、いわばね、産休は終わって復帰するんやけども、芸能事務所違うところに変わって、なんかかぐあいは商標済みやったのに、あ、かぐあいは前のとこで商標取ってたから、かぐあい使えなかったんや。だからずっと芸能生活ができなかったんですよ。で結果親も離婚してたんで、かぐあいが本名じゃなくなっちゃったんですよ。だから家庭裁判所に行って、私だけかぐあいの本名に変わって、商標の期間が終わるまで待ったってことですか。向こうが取ってる、それ取り返しました、裁判して、で勝ちました。そこからなんかガールズユニットのガールズビート、ガールズビート、ガールズビートを結成して、またいろんなガールズやりますね、娘のガールズだのね。一人でやろうっていうのはあんまなかった。実はジャズとかやってたんです。それはもう自分バレ的にはどうやったんですか。ジャズは全く未知の世界だったから、新しい挑戦ができて嬉しくて楽しかった。ニューヨークでも歌ったんですよ。そういうのウィキペディア書いてよ。書いてないよね。すごいね。やってたんだよ。 KDDI モバイルさんのアメリカのイメージモデルもやってたのに、全然何でも変わってない。まあだってみんな悪いことの方が興味あるもん。本当そう。本当そうね。いいことといえばね、サザエさんの
モノマネが得意、サザエタラちゃんのモノマネが得意。はい、あ、似てるわ、隣のトトロのメイン。え、やってないもん。あ、さっきはイクラちゃんの。あ、これイクラちゃんやん。タラちゃんはトークじゃないです。あ、すごいやん。だから今後サザエさんの声優という道もあるんやん。声優もしたいんだよ。トトロのおばあちゃんも出てます。え、おばあちゃん、カンタ早くこぎな、水がちびったくなるまで。俺はその路線で行くとドナルドダックできますよ。すごい。あ、おっ、あっ、あっ、あっ、もうディズニーやめてやめて、もう引っかかるから。で、その後で、なんとあれだけ好きだった逮捕一回された方と離婚を、これね、2回目逮捕されちゃったんですよ。それでもう私はもう分からないってなって、はい、え、それは同じような理由だったんですか。同じような理由。彼が悪くなかったとしても逮捕されるっていうことがいけない。私ももう芸能の危機があったから、まあ、全然もう危機、もうそういう方になってる感じもうすでに。でもなんかね、ここに書いてるのだと DV じゃないけど、うんうん、暴行も受けたって、肩とか首を召し折られた、ちょっと私そんなこと書いてないから。その後離婚はできたんですか。できました。この間に一番自分の中で精神的に病んでたのっていつ。そこですね。ここ、うん、覚えてない、記憶に、記憶が薄いんですよ。ビキペディアに書いてないけどさ、大麻疑惑みたいな出ました。出たよね。出た。そうやんな、なんか薬やってるんじゃないかな。そうなんだ、ね、私違う薬で飲みすぎたんだけどと思いながら。大麻はもう一切な、いい、大麻は一切じゃなくて、大麻がない。ノータイマ、ノータイマ。今そのフリーの身じゃないですか、はい、男遊びとかなかったんですか。私ね、本当男遊びしないんですよ。なんで。男に興味がないんですよ。でもこの人好きってなったら好きなんですけど、うん、だからといってこっちも好き、あっちも好きをしよう。あー、だから一人しか愛せないってことね。でも、でもさ、1回ぐらいはあったやろ。ハプニングナイトみたいなのかは。ハプニングっていうよりも、初めてうちに来て会ってそのまま付き合ったから。ちゃんと付き合うに至ったのはなんで、うん、勘。本当に野生の人なんだ、だから。あ、この人会うなって思ったら、もうピンってくるだけ。自分はもう作法を見るまで決められない。やだ、うん、もうね、いろんなね、やっぱりもう飲食店経営者にはもう懲りたとか、今度は美容関係の会社経営者と再婚もしたらしい。すごい、あの背中を押してもらったんですよ、今の旦那さんは、うん、私がもうダメだって言っても言霊だから、言葉は全部それ通りになる、うん、ダメ、そうやって言ったらっていう風に、まあ、書いてくれる。まあ、すごい失礼ではあるんですが、あのすごくよくある話です。言霊やからあんな言うたかんねって関西のババアがよく言います。そうです。うちのお母さんも言ってました。でもなったね、やっぱ弱ってたからね。まあ、弱ってたから、ちょうど必要だった時に。なるほどな、タイミングなんよな。だから結局そうタイミングでしたね。そうだって、結婚する予定なかったんです、私の中で。え、そうなん。一生結婚しないと思う。その買った紙一枚の話なのに、こんなに大変な思いするんだって。入籍は簡単だけど、離婚ってまあ、いろんなことがあって皆さん離婚されるから、こんな大変なことをして離婚するんだ、もうそんな思いしたくない。でもそれでもなんでしたんですか。ね、なんでなんでしょう。でもやっぱ夢中になったらとことんやってまうよね、いろんなことを。勘なんですよね。うーん、男の子を産んだっていうことが自分の中ですごい変わったんです。え、なんでなんで。女の子と男の子違うんですか。女の子は私が24歳の時に産んだので、で初めての子だったから、何をするのもわからないことだらけで、もういっぱいいっぱいだったんですよ。で息子を次産んだ時は29歳で、やっとなんか大変だった頃から、まあ、抜けたから余裕を持っていく時ができて、この世の中で自分の息子が一番かっこいいじゃないけど、この世の中の男の人がいらないっていうぐらいになった。なんかやっぱ異性の子供っていうのはちょっと違う捉え方するんやな。うん、女の子はなんか考えてることが分かるんですよ。でも男の子は本当に、うちの子は特になんですけど、クレヨンしんちゃんみたいな子なんで、なんか謎の動きしかしないから、だからすごい興味深い。育児が大変だけど楽しい。この間ムヒパッチの子供がね、あの子供用のかゆい時に貼る虫ヒーパッチを貼ってあげてたんですけど、自分で貼るって言い出したんです。で、いいよって言ってなんかしてたら、ママ大変って言って取れないって言うんですよ。で、なになにって言ったら、チンチンの先っちょに
こういう感じでつけちゃってテープとテープがくっついちゃったから取れなくなっちゃってもうそれでもう超大変だったんですよ。なんでここにつけたのってプリパッチもう一個あるんですけど鼻の中に鼻くそが取れない見してって言っても何もないんですよ、うん、で注意してって言ってこうやって鼻かんだらなんか出てきてパッて見たらあムヒパッチ丸めてやっちゃうなんでってそれは男女差じゃない気がする本当にあでもそれも込みでなんか見てたら夢中になるね。楽しくなってきてだんだん人生がこう楽しくなってきた。なんか悔しく泣いてみたいな自分を見てるようですごい大好きなナタリー・ポートマンっていう女優さんがいるんですけどその人がやってる役柄で自分の人生笑えなかったらダメよみたいな自分の人生今までずっといけないこととかこういうことが恥ずかしいとか言いたくないとかって思ってたことがあそっか自分の人生だから自分を笑わなきゃダメだと思ったらもうすごいマインドチェンジして楽に何が一番笑えるマジ自殺未遂笑いけないことだけどなんかそんな弱かった自分に笑えるいやでも俺なんかさやっぱなんか自殺する人とかに関してはなんでするんやろうとかってやっぱすごい思っちゃうんだけども、でも私自身は本気でそんなことをやりたいなんて全くなくて、うん、誰かに大丈夫って声をかけてもらいたかった SOS をの出し方が多分それだったんですよ、うん、いやだから今回聞いて思ったって自分でもそれを覚えてないっていうのが、うん、結構そのパターンって多かったりするんかなと思ったのね。多分きっとそうだから絶対に誰かが声をかけてあげるべき、うん、その人が病んでる時って大体皆さんはその人から離れがちなんですよ。分からない、何て言えばいいか分からないとかあるんだけど結局はその人は何を言われても多分、まあ、変わらないと思う。その時期は抜け出せないんだけど、うん、でもやっぱり大丈夫って言われてることがその人たちにとっては助けになってるっていうのはある。声をかけたことによってそれで逆に悪化して自殺しちゃったらどうしようとかってやっぱ思っちゃうもん。そう。でもそれがこっち側としてはあ離れられてるなってなって寂しくなる。難しい。いやでもほんまは自殺に関してはいっぱい思うことあるけど、特に日本のね、まあ、文化でもあるんやけど亡くなってしまったら仏様っていうことでみんな亡くなった後かわいそうにどうのこうのっていう人ってほとんどじゃないですか。そうなんで気づいてあげなかったのとかどうのこうのってそれに関する同情っていうのはあるんやけども、もしも亡くならんとその自殺未遂で終わってしまったとかそれこそリストカットをした人とかに関してはめんどくさいやつだみたいな感じの空気感がこれあるなと思ってて、でもほんまに一番俺はあよくやったって言いたいのはもう自殺にするところまで行ったけど頑張って乗り越えた人みたいなのが僕はもっと評価された方がいいんちゃうかなと思うのね。そういうアイコンとかなるのいい気がする。自殺だったとは言わへんけども、でも僕なんかぶっちゃけ多分自殺未遂やと思うんですよ。それって多分そうなんですよね。そこを乗り越えた人として発信できることって絶対あると思うから。そう、ね、本当にその時はもう自分なんていなくなれって思う。何の価値もないって思っちゃう、うん、自分もうそんなこともないのかもしれないのに、うん、もうそういうマインドになる。抜け出すのはすごい難しいんだと思う。そういうのやった方がいいと思う。ほんまにそんなアイコスの CM 待っとらんと多分ね救われる人おると思う。すごく、うん、あとは友人の死が自分を強くしたんだよね。すごい仲いい友人の子がこの10年間で3人亡くなっちゃって、みんな同い年なんですけど、あ死ってあっけないなって思っちゃって、あ命は大切にしなきゃダメだなって。すごい昨日まで元気だった人がもう眠ってしまってるっていうその現実が非現実的みたいで、あ自分がもし何かなっちゃったらこういう風になるんだってなった時に、なんて短い人生なんだって思った、うん、だから健康にはすごい気をつけてる。アイコス吸ってる割には矛盾点が発生するんやけど、まあでも紙タバコよりは健康ということで。でもやっぱり一番いいのは笑ったり楽しく過ごすっていうことが一番の健康だと思うから、うん、これめっちゃいい話になってもある、うん、いい話してるみたいな。ちょっと悪い話しようか。じゃあ悪い話もしたよ最後にちょっと聞きたいのが、ウィキペディアに今書かれてることがいっぱいね、あるんやけども、これ書いとってほしいねんけどっていうのがあります、はい、そうですね、まだまだ多分芸能はやっていくし、人生は続くので、
あのウィキペディアを書いてくれてる人に次 の, あのシーズン2みたいな感じで作っといてもらいたい。かごわいシーズン2かごわい2みたいな、もう新しくね。そうですね、シーズン2ここまでとはもう全くガラッと変わった、ね、全くまた違う、はい、何かがあると思うので心配シーズン2心配怖い。今日はみあの出ていただいてありがとうございます。いや、こちらこそです。 YouTube やってらっしゃるんですよね。そうです、やってます。だから一応リンクの方も貼っとくんで、はい、よかったらね、カゴチャンネルという YouTube。 何やってるんですか、カゴチャンネルで。あ、歌ってます。歌歌って、はい、歌ったり、あとサウナ行ったり、ね、サウナ行ったり、ジャンルがぶっ飛んでるね歌ったりサウナ行ったりカゴちゃんの人生をもう YouTube にしてるってこと。そうですね。じゃあそれをぜひね見てみてもらって、はい、かごちゃんシーズン2をお楽しみください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。